はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は某 SNS の景品で P ラインが当選しましたので、そちらの感想をですね語っていきたいと思います。それでは行ってまいりましょう。はい、まずはですねブリーデンさんのメタルマル 40g ですね。こちらのジグを投げてみたいと思います。早速ですね配送がひっついてきました。このルアーですね、結構いろんな魚が釣れるんですよね。なので、一群ルアーに君臨しています。それはさておきですね、ゴーセンさんの8音より 1.5 号ですけど、非常にですね、肌触りがですね、滑らかなんですよね。ツルツル、ヌルヌルしてるっていうか、ツルツルしてるっていうか、やっぱり普段使ってる、シマノさんのフットブル4本よりに比べ、同じ号数で、ね、1.5 号で比べたとしてもですね、肌触りがですね、触った感触がツルツルしてて、すごく良かったですね。4本よりはね、どちらかというとちょっとザラッとした感じはしますけど、8本よりはさすがにですね、コーティングもされてるんですよね。なかなか肌触りが良いので、これは特筆すべきことかなと思います。当然ですね、抵抗も少ないと思うんですよね。態度を取るときの抵抗とか、少ないと思いますので、もちろんラインローラーとかレールとかそういったリール本体に対してのですね、摩擦もかなり少なくなっていると思うんですよね。なのでライントラブルがやっぱり激減するんじゃないかなと思います。ただ取り扱いをですね慎重にしないと、やはり8本よりは4本よりに比べて1本1本の糸がですね細いので、コスメとかにはですねやっぱり気をつけないと、気を配らないといけないのかなって思いました。ですがこのゴーセンさんの P ラインですね、 1.5 号 200m 巻きを巻いてるんですけども、非常に滑らかでライントラブルなく、よくある4本緩いによくあるガイドで擦れるシャリシャリシャリって音ですね、これが全くなかったんですね。聞こえませんでした。なのでそのあたりがね、ノイズとかはもう全然擦れるノイズですね、ノイズが全くしなかったってことですね。シャリシャリシャリって音がするんですけども、それがなかったですね。なのでね、予算にね余裕のある方はぜひですね、このゴーセンさんの8音より、こちらをお買い求めいただくといいなと思います。プロポーションしてるわけじゃないので、ちょっと、あれですけども、深いことはですね、ちょっと言いませんけども、すごくね、良かったですね。こちらをですね、微妙までね、使い切りたいと思います。せっかくね、ゴーセンしたので、しっかり使って、できればですね、ワンシーズンずっとつけておければなと思います。ライントラブルが少ないってことは、比較的、高寿命じゃないかなと思いますので、その辺はですね、コスト、パフォーマンスが、ひょっとしたら4本よりも良かったりしないこともないかなと思います。何らかのね、コーティングがされてるような、そんな肌触りでしたので、触り心地っていうんですかね。なので、安心してね、お使いできるんじゃないかなと思います。まずはですね、しょっぱな、そんな感じがしましたので、動画にさせていただきました。メタルマルっていうルアーはですね、何らかのね、ものをね連れてきてくれるんですよね。なのですごくお気に入りです。
投げては巻き、投げては巻き、繰り返しですね。さあ、これで新作のね、フリッパーを入手しましたので、こちらも投げてみたいと思います。こちらもですね、ヒラメルアーとして特化したルアーなので、サーフで大活躍すること間違いないルアーなんですけども、こちらのね、使用感の方もレポートしていきたいなと思います。まずはですね、高比重ってことで、ルアーがですね、亜鉛で作られているそうなんですよね。なので、だいぶその、シルエットがちっちゃくなります。タングステンほどではないんですけども、結構ですね、高比重なので、シルエットが普通の鉛に比べてですね、シルエットを小さくできるってことで、メリットがね、結構あります。ゴーセンさんのね、PE ラインは本当、滑らかですね。で、これ、リトリーブしてるときに、シャリ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 言わないんですよね。そこがですね、もう、すでに、摩擦のね、摩擦関係のですね、性能がね、いいっていうことが証明できてますよね。で、糸付けもですね、簡単に処理できるんで、意外に、取り扱いも容易でですね、自信持っておすすめできる、そんなラインだと思います。ライントラブルがですね、一切なかったんですよね。普通はタイプ変えたりすると、結構慣れるまでね、時間かかったりするんですが、このゴーセンさんのね、Pラインは、コーティングがうまくね、されてるんじゃないかなと思って、それで、摩擦やなんかに関してもね、有利に働くような、そんな感じがしました。さあ、今回は、釣れませんけども、P ラインのね、使用感をね、どうしても伝えたくて、で最後にね、おまけでアサリが釣れました。いや、今回はですね、このあたりで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で、バイバイ。